こんにちは一ノ瀬ですえいよいよねショボクレ夫妻が本日ベトナムに旅立ったわけでございまして先ほどね無事にベトナムに到着したというニュースも入ってまいりました。で到着したね空港で、まあ、レッドカーペットがあるかどうかというのね私チェックしてたんですけどなんかタラップを降りてねすぐのところにもうお迎えの車が来ておりまして。 なんか見れませんでしたけれどももしねちょっとまた別の角度から撮影したような映像があればですねレッドカーペットがあったかどうか <laughs> チェックしてご紹介したいと思います。えー、さて日本のみならず欧州でも非常に悪名が高い見合わせでございますがアジアなら大丈夫と思ったら大間違いでございます、えー、世界的に有名なボッタマの盗作問題英語だけではなく、えー、ベトナムでも大きく報道されております。 とということで本日の動画ではポッタマの盗作問題ベトナム語のメディアではどのように伝わっているのかというのを見てまいりましょう。 えー、今回ねえミやご夫妻の担当は副国家主席というね女性の元高校教師の方がご対応されるということなんですけれども、まあ、せっかくですね悪名高いエみや夫妻と直接お会いできる貴重な機会でございますから、まあ、ぜひともねぼったまの盗作問題と提携校進学制度のからくりにつきまして会談の場でお尋ねいただきたいと思います。 えそしてね、まあ、こんな不正は許されるべきではないというね、まあ、悪い事例として今回のことをですねベトナムのメディアで大きく取り上げていただければと思います。というかですね私があのエイミアさんとかですね、まあ、その他エイミア家家族メンバーのですね名前で検索しているからかもしれないんですけどベトナムでですね経験問題とかですね、まあ、かなり詳しく出てきておりまして。 現地の、ね、なんかベトナム語のニュースサイトなんですけれども Yahoo! ニュースから、ね、引用したような記事であるとかあとは、ねえー、日本の週刊誌の記事を引用したようなニュースなどもありますのでなかなかです、ね、ベトナムの皆さん詳しく、ね、ご存知なんじゃないかなということなんですね。 まあ、今回ねエイミアフサイがベトナム訪問するということで、まあ、天皇皇后両陛下が訪問するわけじゃないのでもちろんね現地のメディアでの扱いも少ないと思うんですけれどもそれでもねエイミアフサイってどんな人っていうふうに現地の方がご興味を持って名前でねお調べになられた時になんかその経験問題とかですね向ムうさんのこととかあとなんかぼったまの話とかですねいろいろ出てきますのでなんかベトナムにですねこの のいろんなこう悪行が多少なりとも知れ渡るという意味では今回のね訪問も悪い意味で、まあ、無駄ではないのかなというね、まあ、そんな気がいたします。 ね、このような形で、ね、この一家のいろんな、ね、悪いニュースはたくさん現地の、ね、ベトナム語で出てきますのでおそらくベトナム政府の首脳陣の方々もこの盗作問題であるとか、まあ、ズルヒトさんと呼ばれていることとかですねあと KK がこう日本で超絶嫌われていたこととかですねよくご存知だと思うので一応今回の訪問もですね表向きは歓迎するふりをしてくださると思うんですけれども内心ではねあこいつらかみたいな。ですねなんか相 いつらの親かみたいな感じで思われていることは間違いないと思います本当にね、えー、恥ずかしいことでございますもうどの面下げていってるんでしょうかということでございますけれども 一応ですねぼったま盗作問題につきまして現地の記事から2つぐらいご紹介していきたいと思います。今回ねエミア夫妻も長々と滞在するようでございますので経験問題についてもですね現地記事も今後のね動画でご紹介できればと思います。 なお翻訳につきましてはグーグル先生が、えー、ベトナムから日本語に翻訳してくださったものを読み上げるという形になります。えー、それでは、ね、1本目の記事からなんですけど「えー、ソーハ」というところの記事で2022年2月22日の記事ですね、えー、見出しがわずか15歳の日本の星の王子様は重大なスキャンダルに遭遇し突如として世間からの激しい批判の的となった、えー、このような見出しの記事ですね。 でサブの見出しがえ久人さんは日本の皇室に混乱と危機をもたらし続けているということでなかなか的確なですね副題がついておりますえ記事を読み上げていきますえ宮内庁は2月13日秋篠宮さんの息子久人さんが東京の筑波大附属高等学校に合格し来春から入学することを公表したここは日本で最も名門で競争力のある高校の一つです この情報が入る前から将来非譲る国の王位を背負う唯一の人物である星の王子様を多くのメディアや人々が祝福していました。しかしそのわずか数日後日本のメディアは15歳の王子に関する否定的な情報を掘り起こした。そこでは悠仁さんは筑波大附属高等学校とそれまで通っていたお茶の水女子大附属中学校との定型更新学制度により入学試験に合格された。 この制度を使って入学する場合学生は面接と書類選考のみで済み通常の受験者と同様に学力検査は省略できます特筆すべきはこの定型校進学制度が2017年に始まったばかりで偶然にも悠仁さんが中学校に入学したのと同じ時期でありそのため多くのメディアが皇室について疑問を呈しているのである彼らは長い間学校に影響を与え この前例のない提携校進学制度が実施されるようになりました批判の真っただ中日潤はさらに深刻で不利な情報を発信し続けている悠人さんは2021年福岡県主催の作文コンクールで、えー、作文「小笠原諸島を訪ねて」で佳作を受賞した当時悠人さんは国民から多くの賞賛を受けましたしかし、か最近これらのの記事の一部に、 当作のの兆候ががあると多くの人が指摘しています彼の作文の多くの部分は研究開発機構国立環境研究所の福田素子研究員が2012年に発表した論文「世界遺産小笠原諸島」と一致している。 とというここなんですけどこのねニュースのリンクをね概要欄に記載しておきますがここででもともとのガイドブックとああとあの悠仁さんのね作文の盗作部分がこう一致している部分のね比較表みたいなあの画像がありますけれどもあれがね表示されているんですね。なので非常にですねどこをどのように盗作したかというのがベトナムの方にも分かりやすくなっております。 慎重に比較した結果批評家からは悠仁さんは原文にわずかな変更を加えただけでそれでもコンテストで2位を獲得したと主張したがルールでは許可なく他社からの引用用を使用することは明確に禁止されているこの疑惑が発表されるや否やボッタマと秋篠宮家は世論からの批判と疑惑の波にさらされた。 集中放火に対して、宮内庁は久人さんが単に参考文献に注釈をつけていなかっただけで、盗作によってはなかったと回答した。15歳の久人さんが遭遇したスキャンダルは日本国民を不幸にし、秋篠宮家に対してさらに無関心になった。秋篠宮家は、真子元内親王と小室圭さんの結婚で既に世論の信頼を大きく失っている。 とということでございますでここから先はですねなんかぼったまの皇位継承順位とかまあそういった話題になりますのでそこ,こから先は割愛いたします。で次がですね「五井沙おって読むんですかね別のニュースサイトになります。日付は同じく2022年2月22日。タイトルが「日本の親王に盗作の疑い」というねこういったタイトルでございます。 久人さんが東京トップクラスの高校に合格したというニュースを受けて、日本のメディアは受賞歴のある久人さんの筆記試験に盗作の兆候があったと指摘した。久人さんの作文、小笠原諸島を訪ねては、2012年に国立環境研究所研究員の福田元子氏が発表した論文、世界遺産小笠原諸島と多くの類似兆候があると日本のメディアで指摘された。 宮内庁は2月16日、岸内で使用されている参考文献を明記しなかった久仁さんの過失を認めた。このことが指摘された時、宮内庁は衝撃を受けた。将来の陛下が盗作の疑いがあるようなことをしたら大変な事態になるだろうと、フライデー・ジャパンは書いた。上のエッセイの中で、久仁さんは小学校の時に母親の紀子さんと共に小笠原諸島を訪ねた時のことを語っている。宮内庁は、 新能が事件発覚後真剣に反省しこの欠点を指摘した記事に非常に感謝していると述べた2021年3月福岡県北九州市主の作文コンクールで97作品の応募の中から下人さんの上記の作文が第2位を受賞した宮内庁は新能がさらに論文を精査しさらに不備が見つかった場合には北九州市に通知すると述べた 上記の盗作規約は東京有数の競争力の高い教育機関である筑波大高等学学校へののさんの入学が宮内庁から発表された日に勃発した。宮内庁によると悠仁さんはこの名門校への入学を争う入学資金で好成績を収めたそうである。しかし日本のメディアは悠仁さんは筑波大附属高等学校とお茶の水女子大附属中学校 これは久人さんが通っていた中学校ですね、の定型校進学制度を通じてこの学校に入学したと報じた。この定型校進学制度のおかげで、久人さんは面接と書類選考のみ参加し、学力試験は省略することができた。両校の定型校進学制度は2017年、ちょうど久人さんが中学校に入学した頃に創設され、有効期限は5年間のみ、 久保さんには特別なルートがあったと考える人は多い、えー、というような内容でございます。で、ここから先はですね、一本目の記事と同じく久保さんのですね、皇位継承順位であるとか、なんか今のね、日本の皇室の現状などについて書いてあるので省略をさせていただきます。 以上でございまして今日ねベトナム語で書かれた現地のね記事をご紹介をさせていただいたんですけれどもひさひささんのね盗作に関してかなり詳しくね紹介されていたことがわかるかと思います。で他のなんかこうヨーロッパ方面の記事とかだと割とその盗作問題だけにフォーカスしたような記事の内容だったと思うんですけど今回ねベトナムの記事の方はもっと もう一歩突っ込んであってあの定型進学制度が怪しいみたいなこともねこうしっかり書いてくれていましてこの定型進学制度が5年間限定でありでこのね制度が発足した時期も非常に怪しいということでですねでしかも悠仁さんがこのね定型進学制度を使って一般の人と違ってですね 学力テストを受けずにですね書類選考とあと面接だけでですね合格してしまったんですよというようなことまでね書いてくれるところはなかなかねやっぱり、えー、よく分かってらっしゃるんじゃないかなということでご紹介をさせていたただきましたなので、まあ、その盗作問題だけにフォーカスした海外の機種よりもさら、まあ、にね詳しいということでございます。 ということで本日の動画ベトナムでもしっかりねエーミア家の内情は伝わっておりますよというようなお話でございます。また明日以降もですねえ今回のねベトナム訪問に関する挙げ記事がたくさん出てくると思いますのでえそういったですね挙げ記事にあの容赦ないツッコミを入れながらですねえ並行してベトナムのね現地でのエーミア記事もご紹介していきたいと思います。 ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけましたら今後の動画作成の励みになりますのでよろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。